はい、皆さん、とめたけしです。本日もですね、お客様からいただいたお土産をご紹介しようのコーナーです。ありがとうございます。こちらは九州のお土産です。お土産をくださった山並さん、ありがとうございます。では早速食べながらご紹介していきたいと思います。行ってみましょう。はい、まずはこちら熊本の名産神代湖ですね。こちらからご紹介していきたいと思います。前回ご紹介したのは抹茶でしたね。抹茶味の神代湖でした。今回はノーマルの神代湖をご紹介します。ちなみに神代湖は株式会社お菓子の購買さんの商品となってます。入れ物が初めて見ました。とてもおしゃれですね。高級感漂うデザインとなっております。とてもいいですね。ちょっと開けるの時間かかりそうです。ちょ、今から開けてみたいと思います。なんかこういういい箱は取っておきたくなるんですよね。ちょっと収集癖があるたけしです。物は捨てなさいっつってどんどん溜まっていく。やっぱり皆さん話関係ないんですけど、古いものをね捨てていかないと新しいものが入ってこないんで、収集癖は気をつけましょう。まあ、それはどうでもいいんですよね。ちょっと開けます。ごめんなさい。あ、いや、すいません。意外にパッて開きました。こんな感じですね。ちょっと中身を。まずはこちらナイフですね。前回ご紹介した神代湖はちっちゃなものでした。こちらがスタンダードな大きさだと思います。そのスタンダードな大きさが、4つですね。スタンダードの大きさが4つ入ってます。4つですね。ではお一ついただきます。2個、4つ入ってるので2個はソヨ、2個は自分の、ちゃんと仲良く分けます。はい、スタンダードの大きさですね。前回いただいた神代湖は初めてでしたね。あの小ささはコンパクトで良かったですけど、これが、多分一番スタンダードですよね。これはよく、この大きさはよくいただきます。いや、ありがとうございます。では、切っていきましょう。そういえば、この前、ソヨが言ってたんですけど、神代湖にバターをつけて食べたら、美味しいだろうと言ってました。小豆とバターって合うんですよね。よく、菓子パンであるじゃないですか。マーガリン、小豆パンとか。多分それのことを言ってるんだと思います。確かに小豆とバター合います。でバターをつけてちょっと食べたかったんですけど、今ないのでバターはそのままいただきます。はい、いいですね。めっちゃうまそう。いただきます。うん、うまっ。皆さん本当に甘いの好きなので何個食べても飽きないんですよね。特に神代湖はめっちゃうまいんですよ。中の牛皮と周りの小豆がマッチしててめっちゃうまいです。うん、うまい。神代湖とても美味しかったです。次はね、バターをつけて一緒に食べてみたいと思います。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。ごちそうさまです。続きましてめんべいです。めんべいはね、明太子風味のせんべい、説明不要ですね。福岡のお土産といえばもうこちら上位に上がってくるんじゃないでしょうか。めんべいです。今からご紹介していきます。ちなみにめんべいは株式会社山口油屋福太郎さんの商品となってます。もう有名ですよね。では今からいただきましょう。こんな感じです。なるほどなるほど。皆さん、めんべいたくさん種類がありますね。知らなかったですね。プレーン味、マヨネーズ味、玉ねぎ味、かつお味、香味エビ味、辛口、ネギ味、たくさんあります。どれも美味しそうですね。個人的には玉ねぎとネギが食べてみたいですね。ちょっとネギ好きなんですよね。美味しそう。でも今回はマヨネーズ味です。では早速いただきましょう。このようになってます。あ、マヨネーズの匂いします。なるほど。では見てください。香ばしい香りがね
もう食欲をそそります。ではいただきます。うん、うまい。スタンダードなプレーン味と違ってすごいマヨネーズの香りがします。うん、とても美味しい。からし明太子と合います。マヨネーズはこれはうまい。うん、いやこれはいろんなね味をちょっと試してみたいですね。とりあえず今のところプレーン味とマヨネーズ味はコンプリートしました。あとは玉ねぎ、かつお、香味エビ、辛口、ネギ、この5種類を食べてみたいですね。いや美味しかったです。ごちそうさまです。はい、めんべいマヨネーズ味とても美味しかったです。からし明太子使ってますので、めんべい自体はそもそもピリ辛なんですよね。でもマヨネーズを使ってますので、まろやかさな感じがしてとても美味しかったですよね。こちらは皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。はい、以上です。ごちそうさまです。めんべいと神代子とても美味しかったです。山並さんありがとうございました。そしてごちそうさまです。またお客様からお土産をいただいたらこのようにご紹介していきたいと思います。皆様ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではニュータケシ。それじゃあ。